これもね、ほんと大嫌いなの俺こいつ。どうしたらいいのこれ。でも分かるな、フライパンで確かに振ってくるよな。うん、崖のようギリギリんとこでさ焦げ飛ばしてきて、うん、完封かまさか。本当にもう何もできないこれ。何もできない、当たり方によっては。で遠くまでちょっと飛ばされたらもう上から飛んでくるやつでピシピシピシって食らってさ、復帰不可能だし。確かに攻撃全部舐めてるよな、うん、なんか旗とかミーンってやってきたりさ、なんかドカンピってやったりさなんか亀みたいのシュシュって出したりあと極めつけが空上、ああタコポタ、あのシュシュシュってやつ、そうそう空気出てくるやつ。俺あれあれだけで俺 100% まで貯められたことあるからね今はもうないけど最初の頃さゼロから上に行ったら一回も降りれないで100くらいまでバラ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 って食らってわあ、確かに舐めた攻撃ばっかしてるし腹立つ。うん、ただ軽いぞ。そう、なんとか潜り込め、もうそれしかない。で潜り込んだら潜り込んだで今度判定強い技振るじゃん。振るね。あと上にいてもさ、あのいつ落ちてくるか分かんないやつとか、鍵出してくるね。うん、爆弾振ってきたり、どうしたらいいのあれ対戦拒否よ切断するかな、もうこれゲーム落ちきたら即落ちするかな俺え、切断しても向こうにポイントはいかないだけで、うん、お前の戦闘力は下がるんだぞ。いや、向こうに戦闘力はいかないだけ。ああ、ペナルティーでこっちは下がるから、うんうん、先輩状態で。じゃあ戦うだけ戦って連戦は絶対しない。そうだな。うん、そうか、苦手だか、やっぱ苦手か。いつも嫌いね。顔もムカつくしな。どこ見てんねん。せめて相手の方見てフレやと。上見てるからちゃんと。確かにあいつ上見てるわ。そう、ここになってか。うら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 。どこにいる？わかんねえじゃん。確かにあいつ目合わせてこないよね。うん。技で。そう。横尾のあの、ハンマーぐらいじゃない？ま、こっち見てくんの？いや、それ画面のこっち側見てくるだけで、ガノンの方見てなくない？真横は見ない。うん、あいつ見てないぞ。いや常にこんな顔だ。そうイラッとするね、確かにそう見れば。俺これ書いててもう何回引きちぎろうとしたか。すげえわかるわこの顔腹立つなと思って次行きましょう。でもこんな顔して打ってるプレイヤーは、うん、やろどうしたこれかこっちへ。あ、近づいた、ウィスマッシュこんな顔してそうバーカテレゴマよって。そうそうそう、俺どうしたら、俺近づくだけで50杯かってな。一生弾飛ばしてるわ、あいつ死んでるわそうそう、あジャンプで食らう、ジャンプで打ったら当たるわみたいなもはや全ての技がダメだし、こいつもうダメ、存在がいただけない、まあできんな。空上空前もさ、あの炎とローリングするやつとか、あれもわっきわかんない判定だし、全部が強いね、全部が強い。で上でコンボでさ、最後はあのスクリューアタックで普通にバーストするじゃん。あれ64の頃のローリングアタックどこ行ったって、固定飛びの。確かにくだらんな、くだらん、くだらん、全然もうもうやってる、面白くない。近づいてこないじゃんこいつ。お前絶対来ないよ。スタートってなったら絶対画面角にさ、行ってさ、崖が背負ってこっちから見せたら弾しか飛んでこないじゃんピッチングマシンかってなあ、つまらんな。なんだもん、こいつも大変で。対戦した瞬間に切断か、バツンと、もう こいつはもう下がってもいいからもう戦いたくないもん正直なところ結構な確率で出てくると思うよ。少なくても当分ではない上位の確率で出てくると思う。 5% とかで。だって強いもん。そう、まあ戦い方だからね、普通に使ってて強いからだ。見てても面白くないでしょこいつそれ時間もったいないんだよ。大会とかだったらね、面白いんだよね。それは大会をね、分かる同士だと、でも分からん同士だと確かに弾で貫封されてるの見ても、まあつまらんだよね。だよね、うん、こっち攻撃当たんないしな、一発。そうだな、うん、そうだ、もうダメだと、存在許さん、全然ダメ、うん、次やめて、決して次の作品でまだこれ続く、まだまだあるよ。4個目でもうサムス出てきてる、うん、これ1位だと思ってた。まだいる、大っ嫌いじゃん。何全体的に調子こいた坂本って
あのポーズとかさ、上スマッシュとか下スマッシュとか横スマッシュ、なんかちょっとカッコつけるじゃん必ず。まあカッコつけてるよね、うん、あと声ね、うん、ふっ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 、いるわここに、ふっふっ、中身お前ゼルダなんだからもっと違う声出せやって思うんだよな。なんかムカつくんだ、うん、わからん殺しされるから。そうで、なんかふわっと飛んでさ、うん、なんかすげえ強いキックやってきたりするじゃん。ああ、あれとかもさ、外からも返ってくる。技名あったな、そういうの全部、うんうん、また斧とかさ、かっこいい名前ついてんのよ。あ、ナタとかね、ナタとかただの蹴りとかにパンチとかに、ああ、それもいけすかないな、坂本っぽくてやだ、うんうん、何が斧だよと大っ嫌いもん。何あの顔、顔は別にそこまで出てる。顔半分さ、まあなんか隠してよ。顔半分隠すなら上も隠すって全部。ムカつくな、ああ、ムカつくな。このつぶてもな、ほんと見えないからさ、大したことないだろ。これ復帰するときにさ、上から打ってくるんだよ必ず。食らうんだ。で俺下から必ず行くから。下から必ず行くなよ。で上から行ったらこのキック飛んでくるじゃん。まあそうなんだけどさ、で、あの爆発するなんか弾みたいなとか、まあ苦手っぽいよな。うん、ああ、もう懐入られて何もできなくなるし、苦手なんだ。次行っていいですか。いいよ。もうこれね、もうもう分かるよね。スマブラ以外のカービィも全部ダメになっちゃった、うんうん、もう大っ嫌いになっちゃった。もう星のカービィできたらもう痒くなるもん俺。体、星のカービィアレルギーみたいな。そうそうそう、ジンマジン出てくる、うん、星のカービィ見たらブツブツできてくるからね俺指に。まあどうすりゃいいんでしょうね、吸い込まれるやつ。まあ頑張ってレバガチャすれとは言うけどさ、うん、でもレバガチャしても踏まれたじゃん俺。あれほんとだ、もう崖からさ、うん、出てこないカービィマジできんよ、うん、ガノン確かにやりづらいよね。他のキャラだったらさ、別に飛び道具ってりゃいいのよ。まあまあまあ、そうか、釣ってる、あ飛び道具で吸えないからおしまいですねと、うん、ガノンだってジャンプ力もないから、うん、吸い込みにあの上に行くのも精一杯なんだよ、うん、二段ジャンプしていってさ、どうする。ダイヤリステージにすればなかなか大丈夫じゃないか。あ、ね、終点だったらちょっとやりづらいかもだけど。そうだ、ダイヤリで上からか。うん、うーん、まあでも一番いいのは、うん、対戦した後に、うん、ブラックリストに入れる。あ、もう二度と出てこないよ、うん、一生出てこない、全部ブラックリスト。カービィはもう全格でカービィ出てきたら一、うん、回一回見に行ってホーム行って、ええ、でも禁止と、バン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 でブラックリストだらけになるから。それくらいしたいぐらいだな、カービィは。カービィダメか、判定も強いしさ、めくってバックナックルとかでいいんじゃない。それがって吸い込み、い吸い込みの範囲から離れようとすると、うん、バックナックル入らないんだよ。あ、そうなんだ。そう、ジャンプ力ないから。カービィの頭の上ぐらいに乗っちゃうからね。ま、この顔は腹立つけどな、確かにな。これ何、手かと思ったら耳かい。そうよ、腹立つなー。カービィの手かと思ったら耳か。イラッとくるな。俺にはこうやって見えてるからね、常にカービィが。そっかー、星の、うーん、まあ、ラーディユーイズイージーカーでユーディフォーMake it love you, it's your life.